熊本のローカルバンドメインストリートね、名曲がもう一曲ありましてね、今夜こそ、これが大好きなんですよね。これもやりますね。やります。
ストリートの今夜こそ、熊本の、ね、ローカルバンド、メインストリートですけども、博多のね、80年代半ばまでぐらいのね、あのなんかルースターズ、ロッカーズ、ARB 以降の、その後のね、あのアクシデンツとか、アンジーとか、ああいう世代の時にね、福岡 の, あのライブイベントのロックンロールサーカスにね、っていうのがありまして、それに熊本からね、唯一よく出てるね、博多でも人気があったみたいなんですよね。で、まあ、それで僕もね、福岡ライブエクスプロージョンっていう FM ラジオでまず知ったんですよね。あ、これが、これ熊本のバンドなんだと思ってね、感動しましたね。で、曲もいいしね、この今夜こそとね、美しい夜には特に名曲で。で、86年のね、3月か4月ぐらいに上京したんですよね。で、89年とか、そんくらいで多分解散したんですよね。で、キーボードのね、渡辺さんっていう方はね、あのスマイリー原島さんの ドクターズだっけな、なんかあの当時のスマイリーさんのね、アクシデンツが解散した後のバンドでキーボードやってたんですよね。で、ボーカルのね、作曲者の野田敏さんはね、その後よく分かんなかったんですけどもね、最近ね、YouTube で3、4年前から YouTube で探したら、山梨かどっかに住んでらっしゃるみたいなんですよね。で、山梨で、野田敏さんバンドをね、率いて、今でも今夜こそとかね、美しい夜にはやってらっしゃるみたいなんですよね。もう、で、YouTube でね、僕がね、この今夜こそとかね、美しい夜に、今のバージョンをね、見つけた時のね、嬉しかったことっつったらなかったですよね。あ、野田さんまだ生きてるんだと思ってね。まあ、あの、野田さんと面識があるわけじゃないですよ。僕はね、勝手にファンだったんで、熊本が唯一誇れる、バンドだと思っていたんで、ね。まあ、その後ほら、まあ、森高千里さんとかね、ワニマとかいろいろね、いいバンドとかね、才能のある人出てきましたけど、あの80年代前半ぐらいだとね、博多に出て行ってもね、通用するっていうか人気あるのは メインストリートぐらいだったんじゃないかな。あと、あの小山拓司さんっていうのがね、よく渋谷陽一さんに気に入られて、よくメジャーデビューもしてよくかかってましたけど、ね、熊本じゃね、メインストリートやっぱ一番、熊本のね、熊本大学の学園祭の告発祭っていうのがあるんですけど、そこでもね、一番いい時間でやってましたよね。もう僕はね、大ファンで、ライブ多分10回ぐらい見たんじゃないかな。ね。もう僕の青春ですよね。ね。ということで、大好きなメインストリート、熊本のバンドです。ということで、久々にやってました。メインストリートでした。